はい、アランド40のガッキーです。本日はですね、もうちょっと机の上に出てるんですけども、ロジクールさんの G913 テンキーレス青軸をですね、とうとう買ってしまいました。まあいろいろ今までいろんなキーボードを購入してはレビューして、また購入してはいや違ったなっていう感じでいろいろ購入してきて、今現在ですね、こちらに置いてあるロキャットさんのキーボードで、まあちょっとしばらく落ち着いてたんですけども、これはこれでね、すごく打鍵感がなんかこう何とも言えない感じなんですけどね、どうしてもね、ただこれ有線なんですよね。これがね、どうしてもちょっと許せない、まあ許せなくはないんですけど、うーんっていう感じだったんで、とうとうですね、こちらの G913 テンキーレスワイヤレスモード、ワイヤレスバージョンのやつをですね、買ってしまいました。高かった。まあ大体3万円弱ぐらいですね。はい。Amazon で買うと27,500円かな、今。まあちょっと私は、ヨドバシで今まで自分で貯めてきたポイントを使って、ちょっとまあ安めに購入したんですけども、まあそれでも購入するのにだいぶ勇気がいりましたね。まあ高いんですよ、とにかく。もうちょっと安くしてほしいなと思いつつも、まあ仕方ないのかななんていう、私みたいな人が買っちゃうんだろうなっていう、まあそんな感じで購入したので、ちょっと前置きは長くなっちゃったんですけども、早速開封の方をしていきたいと思います。いやマジ本当すっちゃった。毎回出てほしかったんですけどね、なんかこれ買っちゃったらこれでなんかもう満足して他のキーボード出せなくなっちゃった気がしたんで、本当に最後に購入しようかなというふうに思ってたんですけどもね、よいしょ、ちょっと最近家の自分のパソコンでなんかいろいろやることがあってキーボードを使うことが増えたので、よいしょ、やっぱりねワイヤレスがいいなっていう、そんな思いから購入しました。箱開けるのもねすげえ超気使いますよね。なんかよっしゃ、では行きます。オープン、ダダダン。おー、すげえ高級感漂ってんだ、マジでやべえな、これ。わかります、これ、ほら、やべえですよ、これ。はい、こちらが本体です。まあちょっと本体は置いておいて、よいしょ、中身全部出しちゃいましょうかね。はい、じゃあこちらが内容物の全部になります。まずこちら本体、充電用のケーブルですね。接続端子はマイクロ USB と USB タイプ A になってます。コードはですね、すごく柔らかいですね、ロジクールさんっぽい。でこちらがドングルですね、ワイヤレスのドングルのやつです。これが保証書ですね。保証書に、まあ、ちょっとした取扱説明書、まあ、重要安全にコンプライアンス及び保証に関する情報で、ロジクールさんのシールにありがとうのお手紙が入ってます。こんな感じです。まあ、基本的に使うのはこの3つかな、ワイヤレスのドングルと充電ケーブルと本体ですね。はい、じゃあ早速本体の方ですね、開封していきます。やっぱね、欲しかったものが手に入るってすげえやっぱ嬉しいですね、何歳になっても。はい、本体の質感こんな感じです。わかりますかね、すげえなんか重厚な感じですよ、もうメタルチック。そしてまあ結構重いですね、これ重さがですね 1.34kg ということで、まあ、こっちのロキャットさんのやつと比べても重さはね、こっちの方が重いかなって感じですね。こっちロジクールさんの方がテンキーレスタイプでだいぶこうスマートなんですけども、この分ですね、なんですけど重さは全然こっちの方が重いですね、ずっしりきますね。まあ多分ワイヤレスなんで充電バッテリー乗っけてるからかななんて思います。で後ろがこんな感じです。で角度調節のチルトが2段階ですね、1、2、これいいですね。私結構斜めにして打つのが好きなので、こんな感じで、あ、もうめっちゃ打ちやすいし、何この打鍵感、やばいねこれ。いやこれもロキャットさんのもすごくいいんですけどね、やばいのが来たな、こりゃ。見てください、これめっちゃ薄いんですよ、これ。ほら、もうね、薄いのが好きなキーボードが大好きな私にとってはもう大好物ですよ。ロキャットさんと比較しても全然、ほらこんなに。ロキャットさんのもね、結構比較的薄いんですけども、それと比較してもロジクールさんの方が全然薄い。すごいな、こんな薄さで青軸メカニカルキーボードっていうね、やばいでしょこれ、マジで。これは私本当欲しかったやつなんでめっちゃ嬉しいです。まあ、ロキャットさんのキーボードも含め、まあ今回購入した G913、 あとまあレイザーさんのキーボードですとか、あと中華製の青軸のキーボードとかですね、いろいろ購入してきましたけども、これがね一番欲しかった、ぶっちゃけ欲しかったんだけど高かった。だから今購入できて、まあ、購入できてというか購入してしまった時はちょっとさすがに金使いすぎだな今月はと思ってたんですけども、まあそんなものはどっか行ってしまってですね、もう今本当嬉しさしかないですね。ありがとうロジクールさん。
はい、というわけで早速こちら接続していきたいと思います。接続方法は簡単で、この USB のレシーバーですね、ワイヤレスのドングルをパソコンにぶち込めばそれで接続ができるはずです。あとロジクールさんのサイトに G-Hub っていうソフトがあるので、それをインストールするといろいろライティングとかですねいじくれるはずでございます。あ、ドングルこうなってるんですね。これがこうくっついててこうなって、これをパソコンにぶっ刺せばいいと。こっちはあれですね、ちょっと前から流行りのこの充電ケーブルをこっちにぶっ刺して、でこれにドングルこうぶっ刺して、ワイヤレスレシーバーなんですけど、これぶっ刺してここのコードの長さの分パソコンから離れた位置でも 2.4GHz の電波を受信しやすくなるという、そういったやつです。はい、レシーバーの方を今私のパソコンにぶっ刺したんで、電源の方を入れていきたいと思います。おそらく電源はこれですね、この赤いところ。じゃあ電源を入れてみたいと思います。スイッチオン。おお、なんか光ってますよこれ。わかりづらいな。 G-Hub が起動してるかな。はい、こんな感じで G-Hub ソフトを起動すると、今接続してあるロジクールさんの商品が出てきます。で、今私ロジクールさんの製品で使ってるのはこの今回購入した G913 天気列のみなので、これをクリックすると、はい、そうするとまあいろいろこういう感じでライティング割り当て、ゲームモードといろいろ設定ができるようになっております。まあもうここら辺はもう今までいろんな方がレビューしているので、今更私がすることもなかろうかなと思うんですけども、まあキー一個一個にいろんなことが割り当てられるという、そんな感じになってます。キー、アクション、マクロ、システム、まあ、ライティングもまあいろいろありますけどね。私はなんだかんだ言ってもブリージングかな。でまあ色はブルーが好きなんで、まあロジクールさんの色もブルーですし、このブルーの感じでいきたいと思っております。こんな感じで、はい、ブルーに光ってますね。ブリージングなんで優しく光って優しく消えると。でまあいろいろキーの割り当てもできますし、まあ、ここのボタンで今 2.4GHz のワイヤレスで接続してますけども、 Bluetooth で接続ができたりとか、このね Bluetooth もね結構接続が早いみたいなんで、まあ、私はこっち Bluetooth はノートパソコンの方で接続して使おうかなと思ってます。基本 2.4GHz でメインのデスクトップ PC との接続をして使っていきたいと思います。まあ、あとライティングもいろいろありますけども、サイクルっていうのがまあこんな感じですよね。色の波、ブリージング、リップル。これ多分リップルっていうのは押したところが光るんですよね。ほらこんな感じです。で星の光っていうのがこんな感じです。エコーブレス、あ、これなんかちょっと独特ですね。押したところがこう光ってで鈍く消えていき赤くなると。でオーディオビジュアライザーっていうのは多分音に反応してこう光るんでしょうね多分。はい、では最後に打鍵感ですねをやっていきたいと思います。毎度おなじみフシダでいきますか。どうしようかな、音の録音がいつも結構難しいので雑音とか結構入っちゃうんですよね。なので今回はこちらを使っていきますかね。これこちら私がいつも録音に使っているロードのダイナミックマイク、こちらで、音の録音の方をしていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっと録音してみてあまりにも実際の音とはかけ離れてるんだというふうに感じたら、この今撮ってるソニーのビデオカメラのマイクの方の音を採用していきたいと思います。そして、毎度おなじみですね、録音中の音をこちらで騒音計ですね、こちらで音を数値化して、音がどれくらいのボリュームなのかっていうのを可視化していきたいと思います。はい、では早速やっていきます。
はい、というわけで、非常にいいキーボードです。もう結論から言うと今までで一番ナンバーワンですね。もう 薄いローファイルキーボード、なおかつ青軸でゲーミング感を求めて、テンキーレスでコンパクト、もう高級感たっぷり、高いですけどね、その分もう本当にいいキーボードです。もっと早く買えばよかったんですけども、いろいろ打ってきてこの良さがまた今初めて実感しておりますので、それはそれで良かったかなというふうに今思っております。はい、もうあまり言うことはないので、本当お金を出して、お金高いですけども、まあ、出したら出した分いいキーボードが手に入るなというふうに実感しておりますので、もうちょっと気になっている方はですね、奮発してぜひ一度購入して使ってみてほしいなというふうに思っております。はい、では今回の動画はここまでになります。まあ、今回の動画が、いいね、参考になったねと思っていただけたならば、グッドボタン、いいね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また次回の動画ですね、何でしょうか、今考えてるんですけども、なんかこれはどうですかみたいなものがあったらですね、ぜひぜひ、コメントの方をよろしくお願いいたします。コメントには全て返事をさせていただいておりますので、お気軽にコメントの方していってください。ではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。